長くまっすぐな枝を持ち、その先端は松傘の重みで垂れ下がる。佐藤松は松の一種である。松族としては世界で最も巨大で、松傘の長さも最長である。アメリカ西海岸、オレゴン州からバハカリフォルニアの山岳地帯に分布する。松族のストローボス和族に属し、このグループの他種と同じように、落葉性の幼少を持つ5本が束になった。 針状の葉をつける。葉の長さは6 1センチメートル。松笠は針葉樹では最長で2 5 5 0センチメートルに達し、最大で6 6センチメートルのものが確認されている。種子は長さ 1012mm で風によって分散するために長さ2 3センチメートルの翼がついている。種子は松の実として食べられる。 松族の最大種であり、通常は樹高4060メートル、幹の直径1.5から2.5メートルになるが、最高で82メートル、幹の直径3.5メートルの記録がある。これは、ヨセミテ国立公園のヨセミテジャイアントと呼ばれる個体だったが、2007年に、キクイムシによる被害で故死した。現在生きている個体では、 オレゴン州南部のオンプックはナショナルフォレストの個体が77.7メートル、シスカナショナルフォレストの個体が77.2メートル、ある。2013年にはヨセミテの個体が80.5メートルと測定された。この個体はリムファイアの被害を受けたが生存している。アメリカ西海岸のオレゴン州、カリフォルニア州からメキシコ北部のバハカリフォルニアの山岳地帯に分布する。特に、 カスケード山脈、シエラネバダ山脈、太平洋海岸山脈、シエラ、サンペドロマルティル山脈に多い。1909年にヨーロッパから侵入した五葉松類発信サビ病への感受性が非常に高い。特に分布域の北部は長年にわたってこの病害を受けており、かなりの割合の個体が枯死している。また、この病気は分布域の全域にわたって、 モンチコラ松やピーニュースアルバイコーリスなどの種も枯らしてきた。米国リニア局はこの病害に強い本種やモンチコラ松の育種を進めており、これらの内の植林も進んでいる。カリフォルニアではまだこの病害の影響は少なく、本種を含む御用松類が多く生存している。博物学者のジョン・ミューアは、本種を信葉樹の王と評した。シュガーパインという名は、 ミューアによってメープルシュガーのように利用できる甘い樹脂を分泌することが発見されたことに由来する。グレートシュガーパインとしても知られる。学名はデイビッド・ダグラスによって命名されたもので、エイルマー・バークランバートへの県名である。本種の心材部が傷つけられると糖分が分泌され、それが傷の上あつらに結晶化して砂糖菓子のような塊が生成される。ジョン・ミューアは それは、メイプルシュガーより甘いと評した。アメリカ先住民はそれらを貴重なものとして扱い、少量ずつ食べ、歓迎剤としての働きを重視した。アチョマウイ族の創造神話で、創造主のアニクダルは、最初の人々の一人を、佐藤松の趣旨をそれが育つ場所に落とすことで、創造している。ウィキメディアコモンズには、シュガーパインに関するメディアがあります。ありがとうございます。